ニール・リチャード・マッキノン・ゲーマンは英国人の作家。短編、長編小説、コミックブックやグラフィックノベルの原作、声劇や映画の脚本で知られる。代表的な作品にはコミックブックシリーズ、サンドマン、小説、スターダスト、アメリカン・ゴッズ、コララインとボタンの魔女などがある。ヒューゴー賞、ネビュラ賞、ブラム・ストーカー賞など多数の文学賞を受けている。 同一の作品に対して、ニューベリー賞とカーネギー賞の両方を受賞した最初の作家である。ニール・ゲーマンの家系はポーランドなどの東欧系、ユダヤ人にルーツを持つ。ニールの祖,祖父は、ベルギーのアントワープからの移民で、1914年までに英国の地を踏んだ。祖父は、イングランド南部のハンプシャー州ポーツマスで、食料雑貨店のチェーンを開き、 父デビッド・バーナード・ゲーマンが後を継いだ。母シェーラ・ゲーマンは薬剤師だった。クレアとリジーという二人の妹がいる。ニール・ゲーマンは1960年にポーツマス近郊のポーチェスターで生まれた。1965年に転居したウェスト・サセックス州イースト・クリンステッドにはサイエントロジーセンターがあり、両親はそこでダイアネティックスを学んだ。 ゲーマンの妹の一人は成人後にロサンゼルスのサイエントロジー協会で活動している。もう一人の妹、リジー・カルシオリはこう語っている。私たちの家の付き合いはほとんどサイエントロジーかユダヤ人の親戚の関係でした。子供の頃に宗教は何か聞かれたら答えた相手を面食らわせてしまったでしょうね。ユダヤ系サイエントロジストですからゲーマンによれば彼自身は サイエントロジストではないが、家族が信仰しているサイエントロジーという大教に、対してはいくらかの共感を持っているという。個人的な宗教観については、DC ユニバースには神がいるよ。この世界については、神の存在が、どうの、こうの言い立てる気はない。どうだろうな、多分確率は半々じゃないか。私にはどうでもいいことなんだと述べている。 ゲーマンは4歳ですでに読むことができた。よく本を読む子供だった。読書が好きだった。何を読んでいても楽しかった。学校ではどの教科もよくできたが、特別多彩だったからじゃない。学期の初日に教科書が配られるとすぐ読んでしまったからだ。授業で出てくることはとっくに読んで知っていた10歳。頃にはデニス・ホイートリーの著作を読み通し、特に ザカオブギ・フォード・ヒラリーとザ・ホーンティング・オブ・トビー・ジャングから大きな影響を受けた。学校の図書室で出会った JRR ・トールキンの指輪物語には強く引き付けられ、2巻までしか所蔵されていなかったが何度も借り出して読み返した。後に英語と図書の科目で表彰を受け、商品としてようやく第3巻を手にすることができた。7歳の誕生日には CS ・ルイスの なるにやこく物語をプレゼントされた。後に、こう回想している。ルイスがよくやる、読者に向けた格好書きの意見表明に簡単した。ルイスはそうやって、直接語りかけていた、よく思っていた。すごいな、本当にかっいいや。僕もこれやりたい。いつか作家になったら、格好書きを使いこなせるようになろうって。ものを格好に入れる力が気に入っていたんだ、ゲーマンは。 ナルニアシリーズ最終巻が1956年のカーネギー賞を受けたことで文学賞というものの存在を知った。自身が2010年に同じ賞を受けた時にはこれこそ世の中で一番重要な文学賞に違いないと思っていたという記憶を語り7歳の頃の自分を幸せにできるならそれはいい人生だ。7歳の自分に手紙を書くようなものだとも実感した。 ゲーマンは、ウェストサセックス州アーディングリーのアーディングリーカレッジで学んだ。ルイス・キャロルの、不思議の国のアリスも子供時代の愛読書であり、永遠の愛読書、いつもアリスを手に取っていたので、全部覚えてしまったという。その他、幼少期から10代にかけて好んでいた作家として、ゲーマンが挙げた作家には、ウィリアム・エス・ギルバート、マイケル・ムアコック、ルイス・キャロル、ラドヤード・キップリング、 ウィリアム・エス・バローズ、バロネス・オルツィ、H.P. ラブクラフト、ブラム・ストーカー、ジェームズ・ブランチ・キャベル、カート・ボーネ・ガット、G.K. チェスタトン、ホープ・マーリーズ、レイ・ブラッド・ベリ、ハーラン・エリスン、ジーン・ウルフがいる。子供の頃には、マーベル・コミックスや DC ・コミックスのようなアメリカのコミックブックも好んで、読んでいた。15歳の時、学校のキャリアカウンセラーに、 将来アメリカンコミックスの原作者になると伝え、それより会計士はどうだとあしらわれたことがある。コミック作画家のスティーブ・ディッコ、ウィル・アイズナーも好んでいた。ゲーマンは、複数の英国国教会の学校に通った。イースト・グレンステッドのフォント・ヒル・スクール、アーリング・リー・カレッジ、クロイドンのホイット・ギフト校などである。7歳の時、父親が、 サイエントロジー協会の広報担当だったことが原因である男子校への入学を拒絶され、それまで通っていた学校に復学したことがあった。イースとグリーンステッドに住んでいた時期は長く、1965年から1980年まで、さらに1984年から1987年まで住んでいた。最初の妻メアリー・マクグラスとは、マクグラスがサイエントロジーを学びながら、 ゲーマンの父が所有する住宅で生活していた時に知り合った。第一子マイケルが生まれた後の1985年に二人は結婚した。メディアを再生するオープンライツグループの講演者として創作者の権利について語っている。20歳頃、9歳の時から愛読していた SF 作家アルエラファティに手紙を書き、作家になるためのアドバイスを求めるとともに、 ラファティのパスティージュ作品を見せた。ラファティは、ゲーマンへの変身で励ましや役に立つ、情報、文学的なアドバイスを与えた。もっとも影響を受けた作家は、ロジャー・ゼラズニーだと語ったことがあり、文語体の文体や題材に、その影響が見て取れる。他に、私の心を形作ってくれて、著作家の道に向かわせたという作家には、ムアコック、エリスン、サミュエル・アル・ディレニー、 アンジェラ・カーター、ラファティ、アーシュラ・ケールムーインラがいる。1980年代の初めには、ジャーナリズムの世界で、インタビュー記事や書評を書きながら、出版会について学び、いつか著書を出すときに役立つであろうコネを作っていた。1984年、駅で売っていたアラン・ムーア原作のコミック、スワンプシングと出会い、真剣に読むようになった。 当時はコミックを子供向けの読み物と思っていたが、ムーアの革新的で力強いアプローチから大きな影響を受け、コミックショップに足しげく通うようになったという。1984年に出した最初の著書はロックバンドデュラン・デュランの伝記だったが、版元の破産ですぐに書店から消えた。翌年には、キム・ニューマンと共著で、 SF ファンタジーホラー小説の笑える部分を集めて紹介する本ガストリービヨンドビリーフを書いたが前払い金を超える印税は得られなかった。1985年にはペントハウス記者の職を提示されたがジャーナリズムの世界に骨を埋める気はなかったため断ったという。この時期はポルノシネイブをはじめとする多くの雑誌にインタビュー記事を書いていた。 複数の競合誌で仕事をしていたため、ゲリー・マズグレイブや、リチャード・グレイなどの筆名を使い分けた。1980年代後半には、古典的な英国ユーモリストのスタイルで、銀河ヒッチハイクガイドの解説本を書いた。それに次いで書き始めた作品は、後に、英国人作家、テリー・プラチェットとの共作により、目視録の到来を題材にした、喜劇小説。 グッドオーメンズへと発展した。ゲーマンはジャーナリストとして活動している間にコミック原作者アラン・ムーアと信仰を持ち自身も原作を書き始めた。最初に出版されたのは英国のコミック週刊誌 2000AD の短編枠 Future Shocks2986 年から翌年にかけて掲載されたコミックストリップ4編だった。 長年の友人となる画家デイブ・マッキーンとは、この時期に知り合い、グラフィック・ノベル作品、バイオレント・ケース、シグナル・スー・ノーズ、ザ・トラジクル・コメディオ・ア・コミカル・トラジェディ・オブ・ミスター・パンチの3編を共作した。1987年2月、米国 DC コミックス社の編集者が、コミック作家のスカウトのため放映した。ゲーマンがこの時持ち込んだ企画は、リミテッドシリーズ、ブラック・オーキッドとして、 DC 社から刊行された。DC 社の編集者、カレンバーガーは、ブラックオーキッドの刊行に先立って、ゲーマンに別の仕事を依頼した。サンドマンという古いキャラクターを独自の解釈でリメイクしてほしいというのだった。ゲーマンが作り出したサンドマンの主人公は、ドリームやモルフェウスなど多くの名を持つ、夢という概念が擬人化された不死の存在だった。 サンドマン月刊シリーズは1989年1月に開始され、1996年3月に完結した。同シリーズは75号にわたり、10巻の単行本として再刊されてからは、スピンオフ作品と共に20年以上にわたって版を重ねている。作画を担当したのは、サム・キース、マイク・ドリンゲンバーグ、ジル・トンプソン、ショー・マクマナス、マーク・ヘンペール、 マイケルズリなど、レタリングはトットクライン、カラーリングはダニエル・ボッツォなど、表紙側デーブ・マッキーインによる、サンドマンは DC 社のトップセラーの一角を占めるようになり、バットマンやスーパーマンをも上回った。コミック誌やデス・ダニエルズは、サンドマンを驚くべき傑作と呼び、ファンタジーやホラー、アイロニックなユーモアを混ぜ合わせた作風は、 コミックブックではこれまで見られなかったものだと評した。D.C. コミックス社の重役で原作者でもあるポール・レビッツは次のように述べている。サンドマンはグラフィックノベルのシリーズとして初めて企画外の成功を収めた作品だった。それまでコミックを読まなかったそう。特に大学生女子を引き付けコミック読者に変えたのだ。ゲーマン自身も本作で文化的なアイコンとなった。 サンドマン第8号でゲーマンと作画のドリンゲンバーグは主人公ドリームの姉ですを登場させた。死の基人家であるですはドリームに並ぶ人気キャラクターとなった。1993年にリミテッドシリーズとして刊行されたスピンオフ作品です。ハイコストオブリビングは DC 社の新レーベルであるバーティゴの第1弾タイトルとなった。ゲーマンはジェイミーデ・デラーノと共に リック・ビーチの公認として、スワンプ・シングの原作を務めることになっていた。しかし、スワンプ・シングが、イエス・キリストと出会うというビーチのストーリーが1989年に、DC 社によって却下されると、抗議として、ビーチ、ゲーマン、デラーノは揃って同志から手を引いた1989年、ゲーマンは、DC 社の、シークレット・オリジンシリーズで原作を2編書いた。 マーク・バッキンガムの作画によるポイズン・アイビーのストーリーとと、バーニー・ミロとマット・ワグナーの作画によるリドラーのストーリーである。同年にアクション・コミックス・ウィークリーに書いた原作は、ストーリー上の問題があって、お蔵入りとなったが、2000年になってから、グリーン・ランタン、スーパーマン、レジェンド・オブ・ザ・グリーン・フレームの台で刊行された。ゲーマンは1990年に英国エクリプス・コミックスのタイトル、 ミラクルマンの原作をムーアから引き継ぎ、作画のマーク・バッキンガムと共に数年にわたって制作を行ったが、モとエクリプスの倒産によりストーリーは未完に終わった。1990年には、ブックス・オブ・マジックの原作を書いた。全4号のミニシリーズで DC ユニバースにおける神話と魔術の世界を枠物語の形式で語るものであった。主人公は、 英国人の少年で自分が世界で最も偉大な魔術師になる運命を背負っていることを知る。同作は人気を博し、ジョン・ネイ・リーバーの原作による定期シリーズが発刊されるに至った。ゲーマンは作画家、マイケルズリと共に、スイーニー・トッドをコミック化し、スティーブン・アール・ビセットが編集するアンソロジー誌タブーに連載したが、同志の習慣により未完となった。 1993年、イメージコミックスを設立したトット・マクファーレンの作品、スポーンに原作を提供し、アンジェラなどのキャラクターを作り出した。後にゲイマンとマクファーレンの間に、キャラクターの著作権をめぐって争いが起きた。その結果、アンジェラは2013年に、マーベルのミニシリーズ、エイジ・オブ・ウルトロン最終号で、マーベル世界に移籍した。 1990年代半ばには、小出版社テクノコミックスが企画したシリーズに、キャラクターと設定の原案を提供した。企画は変遷の末に、同じ世界の出来事を描く3つのシリーズをおよび、関連誌に派生した。ゲーマンの名は、キャラクターの作者として大きくクレジットされたが、原作は手がけていない。エド・クレーマーが編集した、アンソロジー・エル・リッチ。 テールズ・オブ・ザ・ホワイトウルフへの寄稿で、マイケル・ムアコックのアンチヒーローであるメルニ・ボネのエルリックに夢中になった少年が主人公の自伝的小説を書いた。1996年には、クレーマーと共に、オリジナル短編小説のアンソロジー、サンドマン、ブック・オブ・ドリームズを編集した。同書には、トーリーエモス、クライブ・バーカー、ジーン・ウルフ、タット・ウィリアムズらが名を連ねており、 英国幻想文学大賞にノミネートされた。DC 社と共に、米国の二大出版社とされるマーベルコミックスでは2つのシリーズで原作を書いている。全8号のミニシリーズ、マーベル1600には、アンディ・キューバートとリチャード・イサノーブの作画で2003年11月から2004年6月にかけて刊行された。全7号のミニシリーズ、エターナルズは、 ジョン・ロイータ・ジュニアの作画で2006年8月から2007年3月にかけて刊行された。2009年、D.C. が、バットマン、R.I.P. に続くエピソードとして出した、バットマン、ザ・ラストエピソード前後編の原作を書いた。アラン・ムーアの名作、スーパーマン、ザ・ラストエピソードとタイになるものである。2009年に刊行された、週刊誌スタイルのシリーズ、ウェンズデー・コミックスでは、 作画家マイク・オールレッドと共にメタモルフォのストーリーを全12回にわたって連載した。アクションコミックス第894号ではサンドマンのデスが登場するストーリーの原作をポール・コーネルと共作した。2013年10月 DC コミックスから J.H. ウィリアムズ3世の作画でサンドマン・オーバーチャーを出した。ニール・ゲーマン。1990年。 ディスクワールドシリーズで知られる作家、テリー・プラチェットとの協調で、小説第一作、グッド・オーメンズを書いた。プラチェットは2011年に、同作は全編にわたって、共同で書かれたもので、アイディアも大半は両者に帰属すると語った。執筆、編集作業の負担は、プラチェットの方が多かったが、それは、ゲーマンがサンドマンの執筆で、時間的余裕がなかったためだという。 ゲーマンは1996年に自身が脚本を書いた BBC の全6回のテレビドラマネバーウェアをノベライズしたが単独で執筆した長編小説はこれが第一作となった。小説版ネバーウェアはドラマの放映と同時に刊行されたが内容的にはいくつか大きな相違点があった。後に小説は二度改編されている。一度目は ロンドン地下鉄に馴染みのないアメリカ人読者のためもう一度はオリジナル版に不満があったためである。1999年にはファンタジー小説スターダストの初版が発行された。通常版の他差し絵付き版があった。同作はビクトリア朝時代のフェアリーテールと文化に大きな影響を受けている。2001年に刊行されたアメリカンゴツは 著作中で最大のヒット作の一つで多くの賞を受けた。2011年にはオリジナルの普及版より1万2000ワード長い著者交番テキストを収録した10周年アニバーサリーエディションが刊行された。アメリカンゴッツに直接的な続編はないが、その登場人物を使った作品は書かれている。本編完結後の主人公シャドウが欧州を旅する。 姿が描かれた短編作品、谷間の王者、アメリカンゴッズゴジツタンでは、スコットランドを舞台に、アメリカンゴッズの手法で、ベオウルフの世界が描かれた。2005年の長編、アナン氏のケチ脈は、ミスター・アナンシーことアナン氏の神話に罪を取っている。作中に登場するアナン氏の息子の一人は、半身、もう一人は平凡で控えめな。 英国人であり、二人は互いに関係を深めながら、父から共通して受け継いだものを探す。同作は、ニューヨークタイムズ、ベストセラーリストの首位を占めた。2008年の後半には、児童書の新作、墓場の少年ノーボディ、オーエンズの奇妙な生活が出た。家族が全員殺害され、墓場で幽霊に育てられた、ノーボディという少年が主人公の物語で、ラドヤード・キップリングの ジャングルブックに強い影響を受けている。同作は60週以上にわたって、ニューヨークタイムズ、ベストセラーリストのチャプターブック部門トップ10になお、連ねた。2013年、ザ・オーシャン・アット・ザ・エンド・オブ・ザ・レーンが投票によって、前衛と書章、ブック・オブ・ザ・ヤーに選出された。葬儀のため帰郷した男が40年前に始まった。 出来事を思い起こす物語で、自己意識や、幼少期と成人期の不連続性などがテーマである。2017年2月、数年にわたって取り組んできた北欧神話の改作、物語北欧神話が刊行された。脚本ゲーマンは BBC が1996年に放映したダークファンタジーネバーウェアの脚本を書いた。百九十九年に、米国で公開された、 日本のアニメ映画、もののけ姫では、オリジナル脚本の英訳を元にして、英語版の脚本を執筆した。旧友デブ・マッキーインが監督する2005年の映画、ミラーマスクでは、マッキーインと共同で脚本を執筆した。2007年には、ロバート・ゼメキス監督の、ベオウルフ、ノロアレジ、勇者で、ロジャー・エイバリーと共に脚本を書いた。1999年にテレビドラマ、 バビロン号の最終シーズン後のエピソード、死者の日の脚本を書いた。同作の後半3シーズンで脚本を書いたのは、制作葬式の J. マイケル・ストラジンスキー以外には、ゲーマンだけだった。ロバート・ゼメキス監督の下で進められていた、ニコルソン・ベーカーの小説、フェルマータの映画化では、脚本原稿を少なくとも3編執筆した。しかし企画は飛んざし、ゼメキスは、 ポーラーエクスプレスの監督に、ゲーマンは、ベオウルフの脚本共作に移った。映画化が検討されたり、公開に至った、小説作品はいくつもある。その代表は2007年8月に公開された、マシュー・ボーン監督の、スターダストである。2009年2月には、ヘンリー・セリック監督のストップモーションアニメ、コララインとボタンの魔女 3D が公開された。 2009年のニューベリー賞を受賞した小説、墓場の少年のボディ、オーエンズの奇妙な生活は、ロン・ハワードの監督で映画化される予定である。2007年、10年間にわたって企画段階から進まなかった映画版です。ハイコスト・オブ・リビングが、ワーナー・インディペンデントによって、ゲーマン自身の脚本、監督で制作されることが告知された。プロデューサーは、 ドン・マーフィーとスーザン・モント・フォード、エグゼクティブ・プロデューサーは、ギレル・モデル・トロとされた。しかし2010年に制作中止が伝えられた。ゲーマンが書いた、声劇作品2編が、シーイング・イヤー・シアターによって上演されている。白雪姫のホーガン・スノー、グラス、アップルズ、および、多彩以前の天国で起きた、最初の犯罪の物語マーダー・ミステリーズである。 これらの声劇は1998年の作品集スモークミラーズに収録された。BBC の長寿 SF ドラマシリーズドクター・フーでもマット・スミスがドクターを演じる第6シリーズで脚本を書いている。エピソードのタイトルは変遷を経てザ・ドクターズ・ワイフとなった。同作は2012年のヒューゴー賞映像部門を受賞した。 後に書いたもう一編のエピソードナイトメアインシルバーは2013年5月11日に放送された。2011年にはゲーマンが新作の映画最有機の脚本を執筆することが報道された。2015年、米国のテレビ局スターズはゲーマンの小説に基づくテレビドラマアメリカンゴッズの制作を決定した。ブライアン・フラーマイケル・グリーンが脚本とショーランナーを務め、 2017年から放送されている。2019年には、イギリスのテレビ局 BBC2 と Amazon ビデオが共同制作で、テレビドラマ、グッド・オーメンズが放送を及び配信された。ゲーマンは制作葬式と脚本を担当した。出演米国のテレビ局ヒストリーが2003年に放映した、ドキュメンタリー番組コミックブックスーパー・ヒーローズ、アンマスクトに出演した。 ザ・シンプソンズの2011年11月20日、放映会、ザ・ブック・ジョブには、ゲーマンが本人役で出演している。2018年4月、テレビドラマ、ビッグバン、セオリー、ギークな僕らの恋愛法則にゲスト出演した。そのエピソードザ・コメット・ポーラーゼーションでは、本人役のゲーマンが、作中のコミック・ブックストアについていったツイートが、物語の中心になる。 2013年3月、ラジオドラマ版、ネバーウェア全6回がダークマックズの脚色により、BBC ラジオ4よびラジオ4エクストラで放送された。出演は、リチャード役に、ジェームズ・マカボイなど。2014年9月にゲーマンとテリー・プラチェットは、BBC ラジオ4と共に、今調グッド・オーメンズの初ドラマ化に着手した。同年12月、 30分のエピソード5回と、目視録的なクライマックスを描く1時間の最終回という形で放送が行われた。ゲーマンは、小説や詩の公開朗読会を数多く開いており、ミュージシャンの妻、アマンダ・パーマーと共に公演ツアーも行っている。公演では歌を披露することもあり、いかにも小説家の歌い方、声が歌になっていないと評されている。2015年には、 ロングナウ協会でハウストーリーズラストという題で講演を行い、ストーリーテリングの本質と人類文化の中で物語がどのように続いてきたかについて語った。2001年2月、アメリカンゴッズの版元は脱稿のタイミングでプロモーションサイトを作成し、ゲーマンが後越、出版、プロモーションの進捗を書き記すブログを設置した。同書の刊行後、そのサイトは、 総合的なニールゲーマン公式ウェブサイトへと発展した。ゲーマンのブログ投稿の多くは、講師の生活やその時の作品制作に関わることである。また読者からのメールを紹介したり、質問に答えたりすることもあり、ファンと直接交流する場にもなっている。ブログを書く理由については、執筆は死ぬことと同じで孤独な作業だからと述べている。 アメリカンオッツ当時のブログからの抜粋はネスファプレスから刊行された雑文集アドベンチャーズ・イン・ザ・ドリーム・トレードに収録されている。ブログ開設7周年には記念として小説アメリカンオッツが1ヶ月にわたってフリーでオンライン公開された。ソーシャルネットワーキングサイトのツイッターでも盛んに活動しており2018年6月時点で270万人の フォロワーがいる。ユーザー名はニール・ヒーム・セルフである。2013年にイグンからコミック界のベストツイッタラーとして紹介され、投稿が高く評価された。タンブラーでもアカウントを持っており、主として質問に回答する場として使っている。ニール・ゲーマンとアマンダ・パーマー。1992年に当時の妻、メアリーや3人の子供と共に、米国ウィスコンシン州に移り住んだ。 2013年時点では、マサチューセッツ州ケンブリッジに在住していた。2014年、ニューヨーク州アナンデール・オンハドソンにある、バード大学言語学、文学部で5年任期の教養学教授に就任した。シンガーソングライターの妻、アマンダ・パーマーとは、オープンマリッジを実践している。二人は2009年6月に交際を認め、2010年1月1日に、 ツイッターで婚約を報告した。パーマーは2010年11月16日にニューオーリンズで開かれたゲーマンの誕生会で私的なフラッシュモブウェディングを執り行った。法的な入籍は2011年1月2日であった。結婚式が行われたのは共に作家である夫婦アイアレット・オールドマン及びマイケル・シェイボンの指定の応接官であった。パーマーとの結婚にあたってゲーマンは 妻のミドルネーム、マッキノンを自らの名の一部に取り入れた。2015年3月18日、ゲーマンとパーマーは Facebook と Twitter を通じて第一子の解任を報告した。アンソニーと名付けられた男児は2015年9月16日に誕生した。2016年、国際連合の難民機関 UNHCR が 難民問題に対する意識向上のために制作した動画で、ホワット・ゼイッ i ク・ウィズ・ゼムと題する詩のリレー朗読が行われ、その中にニール・ゲーマンも名を連ねた。ゲーマンは、その翌年に、UNHCR 新前大使に任命された。ゲーマンは、コミック弁護基金を支持しており、運営委員の一人でもある。ミュージシャンの通りエーモスとの交友はよく知られている。エーモスは、 サンドマンのファンで、ゲーマンと知り合う前に制作された1992年のソロデビューアルバム収録曲、ティアーイン・ユア・ハンドにおいて、If you need me, me and Neil LLB hanging, out with the dream king, Neil says hi by the way と歌っている。他の曲にもゲーマンからの引用は多く、スペースドッグ、ホーセス、カーボン、Not Dying Today の歌詞に、ニールが登場する。 また、エーモスは、サンドマンのキャラクターを元にして、シスターネームのディザイアーという楽曲を作り、ゲーマンのトリビュートアルバムホエアズ、ニール・ウェン・ユー・ニード・ヒムーに提供した。ゲーマンも、小説作品、スター・ダストで喋る気のキャラクターとして、エーモスを登場させた。また、エーモスのアルバム、ボーイズ・ホーペレー・炎の女神や、スカーレッツ・ウォークのツアーブックに短編小説を書いたり、 アメリカ人形軍団のツアーブックにメッセージを寄せたり、ストレンジリトルガールズのキャラクターそれぞれにバックストーリーを書いたりしている。ゲーマンのグラフィックノベル、です。ハイコストオブリビングではエーモスが序文を書き、表紙へのモデルとなった。ゲーマンはエーモスの娘タッシュの名付け親でもあり、エーモスとタッシュにブルーベリーガールという詩を送っている。ゲーマンはこの�を2008年10月の 墓場の少年朗読会ツアー中に朗読しているほか、2009年3月に、チャールズ・ベスの挿絵で書籍化した。1993年、ゲーマンは、トッド・マクファーレンとの間に、スポーの原作を一号書く契約を交わした。同作は新会社イメージコミックスの人気作だった。マクファーレンは、誕生間もない、スポーを広めるため、ゲーマンのほか、アラン・ムーア、フランク・ミラー、 デイブシムラ著名な原作者を一号ずつゲストに迎えていた。ゲーマンが筆を取った第9号では、アンジェラ、カリオストロ、メディーバルスポーンという3人の新キャラクターが登場した。前後までに語られたところでは、主人公スポーンは元政府機関の暗殺者で、死後に死に入られて地獄の手先になったが、ストーリーの動機を書いていた。ゲーマンが作り出したアンジェラは残忍で、 敵意に満ちた天使で、スポーンの強敵というだけでなく善悪の対局にあるキャラクターだった。カリオストロは主人公に知識や助言を与えるメンター的な役回りだった。メディーバルスポーンはこの世界にも歴史があることや、ヘルスポーンたちが必ずしも邪悪な存在ではないことの証明であるばかりか、黒幕である悪魔マルボルギアの新たな一面を引き出す活躍を見せた。当初の意図通り、 マクファーレンはそれ以降10年にわたって、それらのキャラクターをスポーン関連タイトルで使用し続けた。しかし2002年初頭にゲーマンが訴訟を起こし、3キャラクターは第9号の原作者と作画者の共同所有であって、シリーズの作者であるマクファーレンだけに帰属するものではないと主張する書状を提出した。マクファーレンがゲーマンの認可や印税の支払いなしに、 問題のキャラクターを使用したことは、ゲーマンにとっては自身の著作物への侵害であり、最初に口頭で交わした契約への違反であった。そもそも、キャラクターの所有権をめぐる、このような対立は、マクファーレンをはじめとするアーティストがイメージコミックス社を設立した最大の理由だった。はじめのうちマクファーレンは、ゲーマンがキャラクターの権利を保持していることを認め、 自身が別のキャラクター、マーベルマンに対して所有していた権利と交換しようと申し出た。マクファーレンは、エクリプスコミックスが、債務整理を行った際にマーベルマンの権利を購入したと主張しており、ゲーマンはかつて執筆していた、マーベルマンを再開することに関心を持っていた。しかし後にマクファーレンは、ゲーマンが書いた原作は、職務著作物であって、著作権は、 完全に自身に帰属すると主張した。これに対して裁判長は、著作権の譲渡は書面によらなければならないという法的要件を主な根拠として、マクファーレンに不利な裁定を下した。構想裁判所は2004年2月に第一審の裁定を支持し、ゲーマンとマクファーレンに3キャラクターの共同所有権を与えた。裁判長ジョンシー・シャバズは採決文で、 カリオストロについて以下のように述べた。問題の表現作品、すなわちコミックブックキャラクターのニコラス・カリオストロ伯爵はゲーマンとマクファーレンの共同著作物であり、制作者二人の寄与は全く同程度と考えられ、故にその著作権は両者が所有するものとされるアンジェラとメディーバル・スポーンについても同様の分析により同様の結果が導かれた。訴訟の主体は ゲーマン及びマーベルマンの法的権利を整理するために設立されたマーベルズミラクルズ LLC だった。ゲーマンは訴訟費用を得るため2003年にマーベルコミックスでマーベル1602の原作を書いた。マーベル1602の利益はすべてマーベルズミラクルズが受けることになっていた。マーベルコミックスは2009年にマーベルマンの権利を取得した。 2010年にゲーマンは再び訴訟を起こし、スポーンキャラクターのダークエイジスポーン、ドミナ、ティファニーの3人は、彼がマクファーレンと共同で創作した3キャラクターの派生物だと申し立てた。裁判官は、ゲーマンの主張を認め、同年9月までに問題を解決するよう、マクファーレンに命じた。コミック研究誌イミジテクストは2008年のニールゲーマン特集号で、ゲーマンは、 コミック研究の試金石である、卓越した文学性と圧倒的な人気により、あまりにも早くコミック界の規範に上り詰めてしまったため、未だに批評的研究の基盤が存在しないと述べ、マテクスト性思考、文学と歴史への深く幅広い研究、コミック及び短編、長編小説作家としての明白な力量に、研究対象としての価値を認めた。ゲーマン自身は、 コミックというメディアで物語を語る利点を尋ねられて、次のように答えたことがある。小説は長い歴史を持っており、例えば自作が2000年前に書かれた黄金のロバと比べて優れたものであるのか、常に自問せざるを得ない。それに対して、コミックは未開拓なメディアであり、誰も考えたことがないようなものを書いているという、実感が得られるという、ゲーマン作品は、 ジョーゼフ・キャンベルの千の顔を持つ英雄で論じられた単一神話構造の典型と見られることが多い。ゲーマン自身は同書を独領しなかったと述べている。確か半分ほど読んだところで、もし書いてあることが本当なら、これ以上知りたくないなと思い始めた。絶対知らない方がいい。それが本当のことだから、作ったものが偶然そのパターン通りだったっていう方がいい。 パターンを誰かに教えられるより、デイビッド・ラットは、小説、コララインの研究で、同作が、フロイトの言う、不気味なものを、自由自在に使いこなしていると論じた。ゲーマンは作品に非常に多くの意味を込めることで、知られている。例として、メレディス・コリンズは、スターダストが、ビクトリア朝時代の文化とフェアリーテイルからの引誘に、どれほど依存しているか論評している。 コミック作品、サンドマンでも著名な作家や文学に関するキャラクターが数多く登場する。スイフの楽園というキャラクターの見た目は GK チェスタトンをモデルにしており、ウィリアム・シェイクスピアやジェフリー・チョーザーも作中に登場する。シェイクスピアの作品、夏の夜の夢やテンペストの登場人物も借用され、数々の神話や過去の歴史が利用されている。ゲーマンの 墓場の少年を分析した諸子学者、詩書リチャード・ブライラーは、ホレス・ウォル・ポールのオトラント城からシャーリー・ジャクスンの丘の屋敷に至るまでのゴシック小説に共通するパターンやそれらへの因縁があることを指摘し、結論として学者が代々ゴシックとみなしてきた作品やキャラクター、テーマ、設定を利用しながらもそれらを転覆し、 大人になることのポジティブな面に焦点を当て、学ぶことや、友情や、犠牲的行為の価値を強調する作品を生み出したと、述べた。ゲーマン自身は、またしても自作がゴシックと結びつけて論じられたことについて、サンドマンがゴシックなのかどうかもまだ解決していないのに、と片付けている。クレイ・スミスによれば、ゲーマンが、 テクスト性を巧みに操って夢にも匹敵するようなゲンフィクションを生み出しうることは多くの批評家によって認められている。しかし、スミス自身はゲーマンの意味は作者の作品に対する権威に奉仕するものでしかないと論じた。主なもののみ。EN、ニール・ゲーマン・ビブリオグラフィーも参照。生誕時はニール・リチャード・ゲーマン。ミドルネーム・マクナンは アマンダ・パーマーとの結婚の際に加えられた。デュラン・デュラン、ザ・ファースト・フォー・ヤーズ・オブ・ザ・ファブ・ファイブ、ハット・ドント・パニック、ザ・オフィシャル・ヒッチ・ハイカー、エス・ガイド・ツー・ザ・ギャラクシー・コンパニオン総幹事のタイトルは、マーベルマンだったが、マーベル・コミックスとの訴訟を避けるため、ミラクルマンに解題された。現代、バットマン、ホワット・エヴァー・ハプンド・ツー・ザ・ケイプット・クルセイダー、現代・スーパーマン、 ホワットエバーハプンド2。ザマンオブトゥモロー主人公スポーンと同種のヘルスポーンで中世期に存在していた。ありがとうございます。